お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュライブやっていくんですけど、今日はですね、こちら、スケフリですね。はい。を使っていきたいと思います。前にも多分スケフリ出したんですけど、まあ、その時多分マジアッチャーいうのとか、なんかね、アホみたいな変な形で使いにくいやつだったんで、今回ね、使いやすめのね、はい、イージーモードというわけで、まあ、言ったらゴレみたいな感じなんですけど、ほんとゴレ。ここ、6枚ゴレですね、言っちゃうと。で、相手に合わせて出せるカードが多いっすよね。とか、後ろから、こう、とりあえず出しとけるカードが多いんで、アイスイズダクね、ベビーヒーラー。全部こう、相手が、ま、何も出さなくてもですし、ま、何か出したら、こう、それに対してね、合わせて出すカードが多いんで、それをしつつ、こう、ユニットが余ったら、ま、フリーズじゃなくて、スケラ打って。で、余裕あればフリーズ打って、みたいな感じで、こう、相手が動いてくるのもあって、じゃあ相手が出したから俺も出そうでヒーラーつけてフリーズって終わりって感じですね。はい、結構シンプルなデッキかなと思います。で、まあ、フリーズスケフリが最近若干増えてるのかな。やっぱウォールブレイカーとか、まあ、ポイズン入りもいるんですけど、スペル中型スペルなしデッキも増えてますし、まあ、スケフリがちょっとね来てますね。スケフリが流行るっていうことはマジでないんですけど、3年前ぐらいにボーラースケフリが流行った時代とかありましたね。まあ僕はそういう、なんか使ってた人がいて憧れてスケラを多分使い始めたんだっけ。まあそんなこともなんかいろいろあったんですけど、まあスケラフリーズが入るなんていう奇跡のね、時代が訪れようとしてるかもしれないんですけど、よいしょ。さあこれはね、もうアイスイズを溶かします。これ溶かしちまえば、なぜ今ヒーラー、今なぜアイスイズをわざわざ吸ってこう攻め、ここまで攻めたかっていうと、相手がベビーとナイト出してアイスイズ出して、ベビーとアイスイズ出したんだっけ。だから基本的にベビーとアイスイズが入ってるデッキは2枚しか大工がないんですよ。アイスイズとベビーしかなんで、そこさえ処理しちゃらね、相手は僕のベビドラを対応するソロユニットがないわけなんですよ。っていうのを、一瞬で僕は理解し、一気にね、攻めに行きましたね。なんですけど、相手のボムターボーイは上手かったっすね。という感じの流れでした、今のは。ここは、まあ、耐えますか。一回ね、一回耐えて、まあ、ベビーとヒーラーで多分耐えれると思うんですけどね。痛いっすね。ちょっと痛いっすね。結構痛いっすね。まあまあまあ。相手は、スケラっぽいんですね、遅延の。で、ここはスケル打っちゃった方がいいっすね。打っちゃいつつ、ボーポイされるかな。はいはいはい。で、このヒーラーをキングに攻め、防衛取るにされると、僕はマジで泣く。オッケー。で、ポイズンを使ったので、このダクナイン切るよと。さあ、ちょっとね、もうそろ、話したいことがあるんですけど、ものすごい僕、これ攻め取るのは警戒っすね。はい、残念でした。痛い。ですね、最近ちょっとハマってることがあるんですよ。こんな僕にもハマることがあるんですけど、何かと言いますと、何だと思います逆に。絶対わかんないですね。ヒントも何もないですもん。ヒントも何もないんですけど、ダーツですね、ダーツ。もう、ちょっとね、おしゃれなね、競技にハマっちゃいましたよ、また。いや、ダーツ、なんか、最近することがちょくちょくあるんですけど、ダーツってなんかかっこいいじゃないですか。わかります？この、僕理論。ダーツってかっこいい。思いません？なんか僕多分、ちょっと変なところにね、なんかそういう憧れ的なのを持つタイプかもしれないんですけど、気づいたら相手、苦しんでますね。そう、ダーツをね、最近ちょくちょくすることがあって、ダーツのね、でもやったことある人は少ないと思うんですよ、僕。高校生とか中学生の時やったことなかったですから、真面目に一回もやったことなかったんで、まあやったことは、まあ、いる方はいると思うんですけど、これ最後おしゃれに決めます。あは、俺はおしゃれに決まったかったのに。なんか、マジで初めて やった人と、まあ言ったら10回ぐらいやったことある人がいるじゃないですか。もう言っちゃうとね、実力変わんないんですよ。まあ、ほんと一瞬ぐらいなんですけど、こう、初めてやる人が、マジ1時間ぐらいやったらもう実力者一緒になるんですよ。っていうぐらい運ゲーなんですよね、ダーツって。まあそんなこと言ったら失礼なんですけど、マジで本当になんか、まあ、それぐらいこうやりやすいと言いますか、
だってこう真ん中に矢投げるだけなんで結構シンプルで、しかも真ん中がね、基本的にはまあ得点高いんですけど、真ん中に当たんないんですよ。当たんなかった時に言ったらこうどっかに当たるわけで、その数字もやっぱランダムにこう配置されてるわけで、基本的にやっぱね運ゲーになっちゃうんですよね。こう同じぐらいの実力の素人対決だと。はい、で僕は今そこにいるんで結構やっぱこう楽しいんですね。でたまにこう真ん中とかに当たったらね、こうコトンっていう、コトンっていう、僕が行ったところかな、この前焼き鳥とソーダって言ったんですけど、コトンっていう音がしてちょっとね気持ちいいんですよね。はい、なんでドーツはね、なんかできたらかっこいいじゃないですか、マジでね、なんかいいなっていう、その、謎の憧れのもと、最近ちょっとねダーツ上手くなりてえなと思ってますね。っていうね、ちょっと皆さんにもダーツ良さはね分かってほしいですね。素人でもやりやすいっていうのはねおすすめですね。いろんなスポーツとかもむずいですから、やっぱり。ちょっと皆さん、ここで僕はおしゃれに、やっぱおしゃれは大事なんで、ここで見てください。ここに攻め取るの引っ張ってキング起動します。うらー来たー、はい。もう満足です。今日の動画。これを見せれたら満足ですね。よいしょ。はい。というわけで、ここからイモりまーす。よいしょ。という感じですね。まず最近、またね、ちょっと手出しちゃいけないものに出しちゃったんですよね、僕。なんだと思います?手出しちゃいけないものに出してしまいました。マジで。いや、そうなんですよね。出しちゃいけないものに出しちゃったんですよ、僕。これがですね、なんと。あ、相手もヒーラーいんのか。ちょっと回復しちゃうっすね、それは。それはですね、なんと、ネットフリックスでございます、皆さん。わかりますか?ネットフリックス。アニメとか、なんかドラマとかを、こう、まあ、月々いくら払うことによって、見放題な、サイトっていうのかな?まあ、一応アプリでもあるんですけど、そう、っていう、まあ、ネットフリックスですね、を契約しました。まあ、月1000円ぐらいなんですよ、マジで。月1000円で、こう、いろんなアニメ見放題なんで。いやー、なんか、手出しちゃいましたね。で、最近ちょっと、何のアニメ見てるかっていうと、これフリーズやっちゃった方がいいな。で、アイスイズで、ここのアイスイズで、このライドラをね、処理しに行きます。で、これベイビーも追加して、処理しに行きます。このライドラ厄介なんで。配球ですね。配球見たのと、あとは、もう一個な、なんか見た。あれだ。ワンパンマンっすね。アンパンマンじゃないっすよ。ワンパンマンっすね。っていうアニメ見てるんですけど、まあ、ワンパンマンはね、単純に面白いで、あれっすよ、あれ。配給なんですけど、配給皆さん多分知ってますよ。ほとんどの方知ってると思うんですけど。よいしょ。バレエのね、アニメなんですけど、めっちゃ感動しますね。びっくりしました、僕。本当に。こんないいアニメだったのっていう、もうびっくりっすよ、マジで。本当に。よいしょ。これベビー残ります。はい、髪フリーズ、これですね。ベビードラトルネタルババフリーズ最強です。でスケル打って、あ、待って、間違えた、アイスイズと間違えた。まあいいや。そう、配球がね、びっくりしました。見たことなかったんですよ、今まで配球を。で初めて見たんですけど、あれはね、もうね、泣いちゃうね、マジで。こう、もうあともう1センチぐらいで涙こぼれるとこぐらいまで行きましたね。なんかこう、まあ、言ったら本当に青春バレーアニメなんですけど、やっぱ初め下手なんすよね。下手なんすけど、ちょっとね、こうだんだん上手くなっていったり、サーブがね、アホみたいに、なんだろうね、異次元すぎてないのがいいんですよね。クロコのバスケとか知ってますかね、皆さん。バスケアニメなんですけど、なんかもう異次元なんですよ。もうアホみたいに離れたとこから決めたり、なんか相手がしてること全く同じことできたり、もう黒子のバスケはね、まあ面白いんですけど、全然好きなんですけど、異次元なんですよ、なんですけど、まあ、それとは違って、こうやっぱすごいんですけど、異次元まで行き過ぎてないんですよね。こう、まあ、現実味あると言いますか、配球は。なんか、そうなんで、結構ね、普通にマジ泣けましたね。びっくり。感動でしたね、完全に。あー、やばい。よいしょ。
排気はね、すごい良かったですね。で、まあ、ワンパンマンもか。面白いって感じなんですけど。なんでこう、最近ちょっとアニメ見てるんでね。なんか、このアニメは絶対見た方がいいよっていうアニメね、教えてほしいですね。ドラマとかでもいいですけどね、映画とか。そう。基本的に僕は、こう、まあこういう表現をするのあんま良くないかもしれないんですけど、マジでこう、いつもね、ライキさんとかにこう言われるんですけど、なんか、ちょっと危ねえ、危ねえ、危ねえ。なんかね、基本的に僕、なんか刺激的なものが好きなんで、こう若干エッチめで、しかもあの、グロめなやつがね、すごい好きなんですよ。まあ、例えるっていうかそういうのって言いますと、あの、王様ゲームであったり、神様の言う通りとか、こう、まあ、なんちゃらゲームとか、なんかそういう、まあ、なんか、まあ、頭使うゲーム好きなんですよ。頭使いつつ、こう、ちょっとこう、なんかね、誰か、言ったら血を流す系なんですよ。こう、ちょっと表現悪くて申し訳ないんですけど、に、そこにちょっとこう、やっぱ血を流す系あるあるなね、ちょっと若干エッチなシーンとか入ってきちゃうんですけど、まあそういうなんかね、ほんと中高生が好きそうなの僕大好きなんで、こうなんかね、そういうアニメとか漫画の話してると、ライキさんが、それ血流れてないのに好きなんみたいな。ラット血流れてないやつ見ないじゃんみたいな、こう、なんかよくね、そういう本当にライキさんによくないことばっかり言ってくるんですけど、あの人、痛い。よいしょ。はい、まあなんかそんな感じのも好きなんですけど、こういう、まあ配球っていうよりも結構頭を使うんですね。やっぱスポーツ系なんで。とかバレーとかでは特に。そういうのすごい面白かったですね。コナン君とかも大好きですけどね、僕は。ああいう推理系。推理系好きっすね。なんでこうなんかちょっと、これはね、ラットなら絶対大好きだっていうのが結構多分分かる人には分かりやすいんですよね。あ、これラットがもう好きなやつだっていうのがね、多分分かりやすいと思うんでね、ちょっとそういう系ね、よければ教えてください。はい。アニメですね。まあドラマ、映画なんでも。普通にあの、恋愛映画とかもまあ見ますからね。あの、なんだったっけな、あの、本田翼が僕結構好きだったところがあって、今は別に嫌いじゃないんですけど、まあ好きっちゃ好きっすけど、まあ高畑充希の方が好きなんですけど、あの、なんだったっけ、アオハライドだったっけ、なんだったっけ、なんか、アオハル、やっぱアオハライドだ、多分。本田翼が出てるやつだ、多分。多分僕が、多分、中学生の時とかだと思うんで、中2だとして、1,2,3,4 まあ5、6年前か、多分流行ったかな。の、まあそういう恋愛画とかを男3人でこう見に行ったりとかもね、ありますね。ちょっと恥ずいっすね、なんか。言ったものの。あ、これ、ベビー回復します。俺ぐらいになると。あはーい、うまい。回復ヒーローいいね。これ共有しますね。こっちサイド行きます。僕ぐらいになるとわかります。はい。あ、一応ね。おい、来た。はい、グッドゲーム。よしよしよし。いい感じですね。今何しましたかわかんないけど。はい、というわけなんで、ちょっとね。でも、ホラー系もね、好きなんですけど、僕一人だと見ないんですよ。怖いじゃないですか、だってあれ。ホラー系って。一人だとやっぱ怖いんで、ちょっとね、ホラー系はちょっと勘弁してください。一人でも見れる、はい、優しいアニメでお願いします。というわけで、このスケフリね、結構ええ感じにいろんなデッキに勝ててます。はい。まあ、ヒーラーのレベルが足りない方が多いかもしんないんですけど、全然ね、お強いと思いますんで、ぜひぜひ、お使いください。というわけでですね、コメント欄に、はい、おすすめアニメお願いします。チャンネル登録もね、ぜひお願いします。では、お疲れ様でした。バイバーイ。